でも本当大変じゃないですか。ポアロのバイトに毛利先生の弟子、そして本業の探偵業、二足のわらじならぬ三足のわらじを履いてるわけですよね。本来の僕ならば三つどころか百の顔だって演じ分けてみせるのに、いつも思う赤井秀一。